オーロラのお時間になりました。本日のテーマは、俺は吉谷拓郎が好きだと。昨日の夜ですね、あの続々とパートナーコンサル入っていただいた方のセッションが決まって、今やってるんですけど、夜にやったね、えー、方、なかなかファンキーで、まあ、今回パートナーコンサルにお申し込みいただいたときにですね、動画があ,のありまして、その、 1,000文字書いてくださいっていうのを、まあ、あの審査がありますっていうことでね1,000文字書いてくださいっていう風に言ったんですけど1,000文字書けそうもないんで動画で送りますみたいな <laughs> でその動画の冒頭が「俺は俺は吉谷拓郎が好きだ」みたいなん、ね、で「<laughs> 金八<髪>」<laughs> みたいな <laughs> なかなかファンキーな入り,入りのセリフから入りましてでなんかなんか分からんけど なんか分からんけど、プラス2万余分に払うわ、みたいな。<laughs> なんか分からんけど、2万プラスで払うわ、みたいな。今までの、なんか、あれや、みたいな。<laughs> で、なんかわからないんですけど、僕も、じゃあ、あのプラス2万あお,りこお振り込みくださいということで、ご案内させていただいて、一応メールではね、まあ、動画でね、余分に2万振り込みはって言ったけれども、 やっぱりあの辞めたいっていうことだったら別にいいですよっていうのは一応ねメールで書いたんですよ一応請求はしましたよ動画でその余分2万振り込むうああいうの出てるんで <laughs> じゃあ2万プラスで請求させていただきますと正しい <laughs> あの動画でそう言ったけど撤回することも OK ですよとでもねあのプラス2万あの上乗せして振り込んでいただきましてありがとうございますでめちゃめちゃまあファンキーなんですよ <laughs> でそのコンサル始まるじゃないですかでまあいろいろヒアリングするわけなんですけど、まあ、ドリアカのねアドバンスコースに入って5年前ぐらいに入ってくれていてまあ僕のドリームアカデミアっていうのはね情報発信コンテンツビジネスを教えてるわけですよで今現状としてはリスト取ってますかとかね有料でコンテンツありますかとか販売したことありますかって聞いたんですよいや一回もないですえ何回みたいな <laughs> いや一応あのドリームアカデミアの コンテンテツビジネスを教えるとこなんですけどないんすかみたいな「いやないんだったらどうしようもなんないですね」って教えてるのが僕はそれなんでじゃそれをやってないとじゃ5年っていう時間はあったわけなのでなんかその原因はどこにあるんですかとやれてなかった原因ってどこにあるんですかって聞いたんですよこれがねマジでね僕はね気持ちよかったですねいいいや吉田さんめんどくさんくですみたいな いや、面倒くさくてできませんっつって。ま <laughs> 気持ちいいみたいなね。いや、なかなか僕もね、いろんなお客さん対応してますけど、ドストレートに <laughs>、そんな言われることあんまないので、いや、吉谷さん、実はとかね、いや、これこれこうでとか、ああでとか、まあ大体言うんですよ、そのやれなかった理由を聞くとね。だけど、面倒くさい、終わりみたいな。<laughs> 気持ちいいみたいなね。 ちょっと拍子抜けしたというか面白かったですね。<laughs> めんどくさいみたいな。で、まあ一応ね、まあパートナーコンサル入ってくれたんで、いや、そのめんどくさいで、<laughs> すいません、めんどくさいで終わらしちゃうと、ちょっとどうしようもなんないんで、そこはちょっとクリアし,しましょうっていうお話はしてね、いや、もちろんそれはそうですと。まあ、そ、それをまあ、やらないようにまあ今回コンサル入ったのもあるんでという、と、まあ、いろいろね、こう言っていただきましたけど、でもね、気持ちよかったですね。めんどくさいって言って。<laughs> なかなか言われることないですからね。なんでできなかったんですかいや、めんどくさかったんですよみたいなね。ナイスですみたいなね。ナイスですみたいな。で、まあ、あの、まあ僕もね、まあめんどくさいことってあるわけですよ。いっぱい。まあこのね、ブログの更新も毎日更新しても3年ぐらいですか。3年以上か。 で、そのブログの更新にとどまらず、また一個新しい仕事を作ってね、このブログの更新毎日してるから、じゃあそのネタをもとに、ラジオ番組ボロラっていうのをね、作ってね。だからブログの更新も毎日しないといけないし、今度そのラジオ番組もこの、これもね、毎日収録してるわけなんですけど、<laughs> 余計に仕事増やしてめんどくさいことはやってるんですけどでもそういうのができる理由って、やっぱり僕は仕事としてやってるので、うーん、なんかまあ会社でもそうじゃないですか。 会社でも変化しない、成長しない会社って絶対つぶれません例えばトヨタとかがすごいわかりやすい事例だと思うんですけど、トヨタもその時代の流れで、もともと自動車を作ってなかったんだけど、あの時代の変化とともに、これから自動車だっていうことで変化したから、今のトヨタがあるわけじゃないですか。で、今はトヨタシティみたいなね、街づくりだみたいな感じで、この車屋さんがね、街を作るみたいなね。 あ富士山の,ふのところに街を作るわけじゃないですか。だかそうやって変化してますよね。だからその、なんか例えばポケベル売ってる会社が、いや、うちはポケ、あずっとポケベル売りたいんだとね、言ってても時代が変化してるわけじゃないですか。で、その会社が変化しないでポケベルをずっと売ってたら売れないですよね。倒産しますよね。だからなんか変えていかないで事業モデル変えていかないといけないわけじゃないですか。だから、その、 仕事、まあ、まあ、その、お勤めしている会社も全く変化しませんってことだったら多分倒産するはずなんですよ。う <laughs> ん、何か、その、例えば従業員の変化もありませんみたいな。いや、みんな年老いていくじゃんっていう。いや、うちはもう新卒は雇わいませんみたいなね。え、後継者どうすんのみたいな。 常に人も入れ替わったりね変わったりとかしてるわけじゃないですかでそれをしないと会社自体も存続できないし、まあ、それがまあ会社であり仕事でありって話ですよね変化していくっていうで新しいことをやっていくとか,あなん,かそのなんかそういうことをやっていかないと駄目なわけですよねなんだけどもその結構やっぱあネットビジネス一人でこうやっていくってなるとやっぱその面倒くさいが先行してしまう。 やらないといけないことが分かってるんだけど、めんどくさいがやっぱ先行して。まあ、その方はね、まあ気持ちよかったでしょ非常に。めんどくさいみたいな。非常に気持ちよかったコンサルしてるのはね、気持ちよかったんですけど。あのー、でもそれで終わらしてたら本当にあの、変わらないわけですよ。で、じゃあこの答えって何かっていうと、結局最終的にやっぱ僕はどうしたいのかっていうとこだと思うんですよ。結論は。要はそのめんどくさいことを、 めんどくさいで終わらしてやらないのか、めんどくさくてもやるっていう風にする。じゃあやる理由って何なのなぜやるのかそれは単純に自分の人生を変えたいからですよね。っていうその明確的なその自分はこうなりたいっていうゴール設定だったりとかビジョンだったりとか自分の描く人生像っていうのを明確的にすればそこを達成する上でね、それがめんどくさくても必要であるならばやるしかないわけですよ。 だけどそこのビジョン夢目標だったりとかそのゴール設定がやっぱ曖昧だと面倒くさいが優先してしまうんですよねうん例えばでしょ例えばめっちゃ好きな女性がいるとするじゃないですかうんでめっちゃ好きな女性がいて付き合いたいっていうねこの子と絶対付き合いたいってな,なったとするじゃないですかで まあこれはちょっと例え話で微妙だな,なんかその面倒くさくてその彼女にアプローチしないとかなくないですかまあ面倒くさいっていうその感情ではないとは思うんですけど恥ずかしいとかかなそれだったら、うんまあ、断られたらどうしようとかでもその明確的にこうなりたいっていうのがあればうん多分アタックすると思うんですよねうんそういろいろあるけど不安不,不安とかね面倒、まあ、くさいっていう表現はそこでは当てはまんないかもしれないですけどね まあ怖いととかはいろいろあると思うんですけど、うん、だってまあシチュエーション的にね例えば高校の卒業式ですとでもうその今あの卒業式でもうみんながそのね式が終わってね写真撮影してねもうそのクラスメートとその好きな女の子ともうここで言わなかったらもうずっと会えなくなると大学も違うと俺はこのまま言わずしていいのかみたいなね うんなんそういう状況下だったら多分、まあ、ほん本当だったらまあ声かけると思うんですよねで声かけなかったら多分そこで自問自答すると思うんですよめちゃめちゃここで俺が言わなかったら一生この子ともう連絡手段がない取れなかったりとか会えないかもしれないとどうなんだと多分自問自答するんですよでも自問自答してるでもやっぱ声はかけると思うんですよねまあその,そ,その最終的にその,かその女性の方がめっちゃ好きで あのお3年間高校3年間思いをふけててね勇気は出なかったけど卒業式あのクラス会みたいなの終わってみんなカメラ撮ってもう,もうちょっとで帰るぞみたいな時きねもう後がないぞみたいなね <laughs> どうですかそのまま3年間の思いを言わずしてもう一生別れるのかそれとも当たって砕けるのかどっちの方が気持ちがいいのかっていう心残りないのかっていうね 多分それ自問自問答すすると思うんですよねだけどその自問自答した時にうんその3年間の思いが強ければね多分勇気を持って多分声をかけるんじゃないかなと僕は思いますねなぜならば言わなかった時の後悔の方が多分しんどいからですねうん多分まあなんかいろんな側面で考えたとてもそうじゃないですか 多分ま,あ,想像できますよ、ね、あの時声かけとけばよかったなっていうのは絶対多分考えれば多分そう考えると思うんでだからまあ面倒くさいこともねやっぱこうどうしてやっていけばいいのかっていういろんなそのテクニカル的なその解決方法っていうのは世の中に出てると思いますけど本質的なところはやっぱいかにその自分の人生のビジョンを描いてるのかっていうところが僕は大事なのかなと思います僕もやっぱいろんな面倒くさいこともいろんなことあるんですけどやっぱ明確なんですよね 自由に生きるっていう、自由に生きたいっていうのはやっぱ明確で、そうなりたいっていう願望だったりとか強い気持ちがあったんで、やっぱそれがまあ、センタピー,ーであったからまあ、続けてこれたし、逆に今は、まあ、達成はしてると。自由な生活をこう、送れるようになりましたと。その月収100万、雲の上っていうような、あなんですかね、昔はね、月収100万すごいな、みたいなね、あの、思ってましたけど、今は別にその月収100万すごいとは思わないので、別にそれは普通というかね、 うん、ただ月収1億って言ったらすげえなと思いますけど、ね、1,000万とか2,000万3,000万とかだったら別にすごいなとは思わないですねただそれが月で1億で年間で10億ぐらい個人で1人で上げてますって言ったらそれはすげえなと思いますねうん1人で月間でコンテンツ販売で1億上げてそれをなんだねだから12億か売り上げ上げ,上げてますと1人でねその組織化せずですよスタッフもいずたった1人で月間1億売ってます そそれれ年で12億で億す。す。をずっと続けてますいやもう結構神ですねそれは <laughs> それは結構神だと思います <laughs> だけど1,000万レベルだと何でそんな思わないかっていうとやっぱ50万円の商品だったら20人ぐらいなんですよ数としてはね1,000万っつうと50万円の商品は20名なんですよだからもう20名ってそんなにすごい数じゃないじゃないですかうーん なのでその1000万とか2000万、3000万、そこクラスは別にまあ計算的にまあ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 広告回すなり、まあちゃんとお客さんとリレーションシップしているとかね。まああとは無料集客であるならば無料集客のメディアの力ですよね。どれぐらいのその数トラフィックが来てるのか、その濃さはどれぐらいなのかっていうのを算出すれば、まあ出る数字なんでね。うん。ただまあ1億ってなると、まあ50万円の商品だと200名毎月売ってかないといけないと。 だ有料商品50万円の商品を年間で2000人以上売らないといけないと。たった一人でね。これは結構すごいと思いますね。うん。そう。だから200名売るって、まあ、広告かけても、だってコンバージョンレートが多分ね、2%とか3%だったら、どれぐらいのリストを取らないといけないのかって話で。であと、それ売ったとしても、200名 <laughs>、一人でこう対応していくって結構しんどいじゃないですか <laughs>。 売り上げは上がるけど自由な時間なくなっちゃうので、まあコンテンツビジネス、まあサポートなしで売るのは難しいと思いますけどね、その50万クラスの商品を。サポートなしですっていう。なんかそのトマベッチみたいなね、めちゃくちゃ権威があってね。あの、それだったらまあいいかもしれないですけど、<laughs> そんなトマベッチぐらいの権威みんなも持ってないですから。うん。まあまあまあ、ちょっと話は脱線しましたけども、 あのやっぱ自分が最終的にどういう人生を送りたいのかっていうそれを明確的に、えー、そのこうしたいっていうのがあるかどうかっていうのがあの大事ですね。まあ、あとは面倒くさいで人生を終わらすのか面倒くさいけれどもそれをやって人生変えるのかっていう人生変えたいのか変えたくないのかっていう一、まあ、点ですよね。うんであとは、まあ、僕も達成はしましたけど結局。 面倒くさいことは多々あるわけですよそんなのはやっていかないといけないことっていうのはでもそれは何で継続してできるのかっていうと、まあ、仕事としてやってるっていう部分ももちろんあるしまあそれをやっぱ維持していかないといけないわけですからねまた、あ、変化もしていかないといけないしそれを分かってるわけです先ほど会社の話とかもしましたよねポケベルの売ってる会社の話もしたと思うんですけどポケベル売ってる会社が変化しなければ、まあ、倒産しますよねとだから僕自身も 自分の会社、自分の、自分自身を経営してて、で、時代はどん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 変わっていると。で、お客さんのニーズも変わったり、時代に応じて変わったりとかね、したりもするわけじゃないですか。だからそこをちょっと、あの、アンテナ立ててて、しっかりとそこに対して訴求していくとかね。まあ、あと、あと新しい、その、なんだ、ことに挑戦して、新しい概念をお客さんに伝えていくとかね。まあ、そういうことをやっていかないと、まあ、生き残っていくのは難しいですよね。うん。で、あと、ブログに書いたんですけど まあ確かにネットビジネスでめんどくさいことはありますよ、多々。あるんだけど、会社勤めもめんどくさいくないですか特にそのね、笹井さん病みたいなのもありますけども、うん、朝ね、早く起きてね、あのスーツ着て会社に行くのめちゃくちゃめんどくさくないですか <laughs> それ40年続けるってどう、どうすかねそっちもめんどくさいと思うんですよ。だ,だから結局、 リアルのサラリーマンで働いていてもめんどくさいことあるよねって話で <laughs>。じゃあ、サラリーマンで普通に働いててもめんどくさいことあります。ネットでもめんどくさいことありますよ。だけど、こっちは自由なんですよ。で、不自由というかね、奴隷のように働いてなおかつめんどくさいことをずっと続けて30年、40年やるのか、まあ自由を手にしつつも、自由は手にしてると。 ただ面倒くさいことちょっとあるけど、それはやらないといけないよねっていうふうにやってって自由にオーガしていくっていう、どっちがいいか天秤にかけたら、僕は奴隷のように働き、働いて、なおかつ面倒くさいやる人生、それを30年、40年やるのは結構しんどいかなと思いますね。うん。そう、やっぱね、まあもう、鹿児島で独立しても七7年、8年か、なりますけども、やっぱね、時間的自由ですよね。で、まあ、 最近ね、僕、あの、猫を保護して、本当にね、夜寝るの遅くなっちゃったんですよ。昨日寝たのも深夜1時とかか。なんかね、布団に、まあ、僕が悪いっちゃ悪いんですけど、まあ、猫の、猫をね、ゲージに入れればいいんですけど、話、まあ、部屋で話し合いにしてるんですよ。で、夜すげえ活発になって、まあ、僕、まあ、最近はね、本当分かるようになって、僕が、まあ、ロフトの上でね、僕寝てるんですけど、ロフトで、あの、 僕は寝ようってロフトに上がっ上に上がるわけですよそうすると来るんですよタ,タタタタって階段登ってねで,でなんか布団にこう入ってきたりとか入ってくるというかね顔面めがけてこう走ってきたりとかして猫パンチされたりとか寝れないですねそう <laughs> 全然寝れない噛まれるしねだからなんかちっちゃい時の猫ちゃんって多分いろいろ噛み癖があるのかなまあ僕もちょっと調べたんですけど とりあえず今ね、めちゃくちゃ噛むんですよ。結構ね、傷が、傷が出てきましたね。<laughs> めちゃくちゃ噛まれて、夜寝れないんですよ。落ち着くまで。で、落ち着いたら布団でこう、すやすや寝るんですよね。だから一緒に寝てるんですけど、そのね、落ち着くまでが大変っすね。<laughs> しかも噛まれるんで <laughs>。だからでまあ今日、なんから最近寝るのが遅くなっちゃったんで、それで。 朝もね、ちょっと遅くなっちゃったんですよ。前は本当は早い時5時とか4時とか6時とかに起きてたんですけど、今、今日起きたのが8時過ぎかな。まあ今日9時からね、コンサル入ってたんで、まあそれまでに起きないといけないなとは思ってたんですけど、でもまあ8時ぐらい。だから、いつもは6時、5時とか起きてたけども、まあ8時、9時とか。まあ今日はコンサルがあったから、それも起きましたけど、でもね、その、 まあその会社からどれぐらいの近くにいるかっていうこともあるとは思うんですけど、まあ、普通だったらまあ8時過ぎまで寝るとかあんまできなくないですか普通に働いてたらまああとくまあ普通は10時過ぎまで、まあ、10時過ぎまで寝ることはもう最近ないですけど、まあ、基本的にまあ自由なんですよね寝る時間も自由だし起きる時間もまあ僕は自由なんですよまあそのコンサルが入ってなければねでもそのコンサルももう朝早く6時とかには入れないので。 早くて9時ですかね、今、コンサルは、うん。で、それ自分で決められるんで、でも会社だったらね、まあ、6時とかに起きて、7時にもう電車乗らないといけないみたいなのをやらないといけないわけじゃないですか。だかすごいね、まあその、その生活は僕は非常にあのいいっすね。うん。逆にまあ、この生活じゃなかったら、まあ、猫はね、ちょっと、まあ、保護できなかったですよね。だって、僕も会社に今いないといけないですから。 うん、今もこの猫がこう、なんかこう寄ってきたりとかしてますけど、まあこれもね、僕が会社出社してたらできないので、うん。うはい。まあいろいろとちょっとぼやいちゃった部分もありますけど、はい。あの、めん、めんどくさいでぜひ終わらせないようにした方がいいんじゃないかなと。<laughs> めんどくさいみたいなね。<laughs> いや、そうなんだけど。 めんどくさいで人生を終わらせない方がいいんじゃないかなっていう。でも気持ちよかった。気持ちよかった。<laughs> なんでこの5年できなかったんですかいや、吉田さんめんどくさかったんですみたいな。<laughs> なかなかやっぱファンキーですね。いや、い好きです。<laughs> 好き。<laughs> やっぱね、素直っていいっすよね。<laughs> もうなんか素直ですよ本当にうん僕も好きですよそうだからねあの今度、まあ、これ夜の番組だからいいと思うんですけど、まあ、その人がね「吉田さん僕稼いだらもう毎日風俗行きたいんですよ」みたいな、ね「ねそれも素直だな」っつってね「<laughs> 稼いで毎日風俗行きたいんですよ」みたいな「今度はあの大阪の富田新地一緒に行きましょう」っつってね男と男の約束をしましたんで「稼いで富田新地一緒に行く」っていうね ということで、いろいろ申し上げましたけど、まあ、興味ある方はブログ読んでみてください。終わります。ご視聴ありがとうございました。